どうも、エルです。それではゼルダの伝説、トワイライトプリンセスやっていきたいと思います。さて、神殿ということなんだけど、ここが扉らしいね。じゃあ、早速行ってみましょうか。なんもないけどなぁ。あー、そういうこと。まさに時の神殿だね。そっか。まあ、見た目はボロボロになっても、時を遡ればっていうことか。で、多分これ、パズルだね。このパズルが難しいんだよな。難しいっていうか大変なんだよ。フクロウもちょっと。ああ、でも、フクロウといえば確かにね、森フクロウだもんね。でも、動かす術がないって感じだな。で、この先マスターソードがあったわけか。綺麗だねー。ああ、だからもともとこんな感じだったってことだよね。そうか、風たく系列じゃないから、あれ張ってないのか、周りは。キャラクターは。これね、ムジュラだからそう、ステンドガラスもね、頼むね。んじゃ、刺しまーす。おばちゃん、おばちゃん。どういうこと？逆になんでここまで来れてんの？金があるね。金なのか。さあ、やっていこうか。でもあれだね。なんか今までのダンジョンとちょっと雰囲気が全然違うね。ああ、多分そういうことだよね。あれ？普通こういうところに左右同じ石像が置いてあるもんだよな。片方だけぽっかり開いててなんか気持ち悪いな。エルザも気にならないか？ちょっとセンス見てみなよ。わかった。まあこうしといて。で、センス。おー。もう片方の石像はどこに行っちまったんだろうな。石像ね。あれ動くんかな。関係ない。これは？カンテラじゃない？あ、お宝だね。
さん何？小さな鍵。早かったな。でも石像はあれしかないな。あ、おばちゃん。ニーニー、ちょっと、ここだわ、おばちゃんが来たかった場所。え、来たかった場所ここなの？この遺跡はおばちゃんたち一族の古い技術がたくさん眠ってるの。ええー。随分いろんなとこ探し回ったけど、やっと探し物が見つかりそう。そうしたらやっとお家に帰れるわ。ねえ、お兄ちゃん。もう一踏ん張りだから、おばちゃんたちの探し物を手伝って。もう、まあ、便利だからね。でも探し物、こんなところに探し物ってさ、何年前の人たちなんだろうね。古代の技術っていう話だから、古代人なのかな。雲か。ああ、なんかあれだね。ああ、全部開いて。ロックオンがね、あんま仕事してくれないから。4発それ多い。4発は多いな。センス使おう。あーで、これは壊せんわな、人じゃな。で、こう。ここいるんだ。マジか、普通にいるな。いや、それは卑怯。うい。よし。邪魔者は消す。フックショットだけど、これは何？あー、なるほど。あ、石像あるじゃん。20ルピー。あー、邪魔に。ちゃ、普通に置いてほしいね。普通に置いてほしいのよね。で、まあこれも置くわけだよね。松明を、これでいいのか。わあ、数がやべえ。
なんだろうな、アプリハンクが出るときと出ないときは距離感の問題だろうな。シールドバッシュしてからの攻撃かましたかったんだけどね。難しいね、合わせるの。結構カブト割り一撃っぽいからね。はあ、そんなこれで寄せれんわな。多分ハンマーだろうな、やるんだったら。居合が効くかな、リザードマン。ああ、通れない。おーおーおお。いて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 、それは効いてねえ。これは？あ、オッケー。古代技術だね。まあ、とりあえずここだろうね、やることは。一つだけあるもんね。でも、どうやって？上スピナーあるね。あー、スピナーだ。わかりづらあー、で、やっぱ2つ乗せないとダメってことだから、そうだね、これでまず1つ完成。ただ下にどうやっていくっていう話をね。はい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 、これはまだ。これさ、あ、関係ないんだ。まあでも金っぽい感じだから別で使うんだろうな。あと、もう一段階引っ張れそう。やばいよな、やばいよなここ。あ、あー、あー、投げちゃったー、自分で。よし、もう邪魔だから倒しとこう。よし、行こう行こう行こう。
投げると思わんかったな。うん、これでオッケー。え、後ろからも来る。危な危な。で、オッケーだね。よし。あー、なるほど。ほい、細かいねさあ、中ボス戦ぐらいかな。でもギミック系っぽいしな。目が光ります。何をするんだここ。とりあえず、あー、スイッチあるね。ダメ。なるほど、倒せるんだ一応。よし、オッケー。でなると、あとスイッチは、あー、投げ込むのか。いや、でも倒して出てくるってことは、まあ、ギミックとしては間違ってないのか。そこ投げれそうなんだよね。お宝が追加でもらえるとか、そういう感じかな。やってみようか。なんかハートの器っぽいような気もするしね。いや、届かねえな。で、小さな鍵が反対側にあって、小さな鍵の扉がね、これね。これで OK。いやー、売ってって感じか。嫌じゃなくても良さそうだけどね。届かない。フックショットでもいいんじゃない。あ、オッケーオッケーオッケー。矢が出てきた。よしよしよし。で、最後ここ通りたいからってことよね。さあ、何来る？コンパスゲット。まあまあ、お宝が。違う違う違う、スピナーは使わない。多分さすがにね、さすがにフックショットじゃ届かないよね。ほい。
いいね。いつもに比べたらダンジョン攻略はサクサクだ。いや、他のダンジョン難しすぎんだよな。居合をほぼ一撃か。おお、ドッコンして畳んで丸いやね。はいはいはい。このトリックというか、それこれ系か。背面切りか。おお、そう考えると結構強い敵出始めたね。ちなみになんだけど、お宝あんのか。起きるの早すぎてダメだ。全然起きるの早すぎて、なんだろうな、普通にとどめがさせれない。マジか。この辺り、いや、あの電気どうにかしないと多分通れないよね。うえ、こいつらさ、あ、いけるじゃん。いけると思ったの間違いだったな。やーっべーなー、これー先に邪魔になりそうなやつは倒しとこう。あ、よかった、倒せてよかった、よかった。なんでしょう。もう50ルピー、あと1ルピーでマックスだね。あー、そういうことか。乗せて、ダメ。二つ分か。うい。何に使うんだ。一個だけあるよね。
あー、やらしい。やらしいな、レーザーは。これね、落とす方法ね。やっぱハンマーか。とりあえずそこだね。小さな鍵。危ない。ほい、よし。まあそこ消えるよね。いっぱいいるね。しりっと攻撃してくるんだよね、背中見せた時にね。お宝が一つ。これもまた倒すとお宝出てくるのかな。あのね、ロックオンがね、二つ分かれるのはきつい。危ない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 。関係ない。あー、でも扉が開くんだね。何かなー。ルピーかー。戻るためって感じか。あー、目の前剣士いるわ。マジかー。なんか懐かしいな。風たく思い出すね、なんかね。
盾が硬いなぁ。ふい。ふい。いいよ、盾できて。しゃ、決まったー。あれ、まだ？いい、6個。飲む。俺は飲む。横広いなぁ。いいね。対人はなかなかなかったからね。よし、決まった。これ中ボスかー。強いねー。さあ、何が待ってるかな。新アイテムだね、こうなると。コピーロッドを手に入れた。太古の石像に命を吹き込む不思議なロッド。光を受けて命を与えられた石像はアルツと同じような動きをする。って言ってる。飛ぶね。ちゅうことは、おお、攻撃なんだ。あ、あ、なるほど。なんかシュールだな。あ、じゃあこれを今回使って攻略していくわけね。はい。ということで、今回ここまでにしたいと思います。まあ、コピーロットか。そういう意味のコピーか。真似するって意味だね。まあまあまあ、これを使って、今までいけなかったこの金関連だね。やっていく感じかなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。